ひいひろきこびーチャンネル。Thank you for watching ミニ四駆マスター。これまでのミニ四駆動画は再生リストからもご覧いただけますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ちょっと気づいたことがあって、公式のチェックボックスに入れてみると、これはあれだな。いわゆるグレーゾーンってやつだな。あ、待って、これはちょっとやばいわ。ですね、ブレーキ抜いて速度出そうとしましたら、いやー、サイドステー見事に折れたな。構造的なことを言うと、電池受けを肉抜きしたせいでサイドステーの強度が下がったのと、電池落としの改造に対してのマシンの速度とサイドマスダンパーというセッティングが合ってなかったのかなといったところで、一旦 MA タレカマシンは中止するとして、いやー、どうしようかな。そうなったら今度これギミックマシンにしようか。はい、本日の動画以上となります。もし番組の続きを気になる方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。